橋の一線大橋の北爪京都八幡、木津自転車道の終点から見た、泉大橋の南爪泉,泉大橋は、京都府木津川市の国道24号県国道163号線上に、ある木津川に架かる橋であり、日本百名橋に選ばれている。かつて、木津川は、泉川とも呼ばれていた。京の泉大橋は、1951年に架けられた。 長さ383.6メートルのカンチレバー式トラス橋である。西側には歩行者、自転車用の橋が隣接し、東側では j r 奈良線の鉄道橋が望める。橋の南詰めには京都八幡木津自転車道の終点がある。凶器が740年か741年に架けたのが始まりとされる。国計の建設時には三カ所で橋が架けられたが、 876年には橋が洪水で流され、明治時代の1877年まで橋を架けずに船で渡ったと推定される。仮設の橋だったこともあり二度に渡る橋が流され、1893年、京都府費によって初めて両岸をつなぐ橋が架けられた。1901年には現在の橋より長い594メートルの橋が、 かけられるが、1917年に流されてしまう。その後、ボーストリングトラス構造の橋を経て、現在ある橋がかけられた。建設省近畿地方建設局京都国道工事事務所、京都国道事,事務所40年の歩み2000年3月、ありがとうございます。